あ、そういう？よっちゃんもきつい？え、どっちの方がきついか。うーん、俺はね、早川だよ。でもね、西村のテンションが関わらんよねって言うじゃん。俺の意見はね、あ、いただきます。あ、すいません、寒かったら言ってくださいね。あ、大丈夫、ちょっと汁ね。はい、こちらでお下げします。黒さんとね、電車で話したんだけど、俺の意見は、石村は弱っちゃえば勝ちって言ってどんな機嫌でも楽勝だなって。酔うタイミングだよな。早川は酔ったらめんどくさいか使用不能になるかどっちかな気がするんだよねと思ってんの。 俺の意見はね。早川飲むの、そんなに今。でもあのね、トリキンの時はね、日本酒飲んでたりしたよな。他飲むのか分かんないけど、だからそんな飲まないと思うよ。だってあの、結局あの後さ、飲んだの俺だけだし。あのアップレしようね。ご機嫌取っただけだった。うん、ご機嫌取っただけだった。うん、あの時の星のマジ無意味だったな。だったら部屋にいた方が良かったな、マジで。あの時完全にチーム分けされてたからな。なんか俺と工藤が一緒にいて、星野と早川が一緒にいて、稲垣が両方うろちょろしてるって状態だったかな。ちょっと反省してる。ん？反省してる。うん。いや、あの時の星野の行動はかなりいい行動ではあって、実質的にやったらいいんだし、なんだけど相手が早川っていうのが悪かった。効果を締めたのが、うん、絶対にね、次来ないもんと思ったの俺。うん、星野の次早川来た時のためにおだててたけど、絶対次来ないもんと思ったの。おだて損だったら、うん、まあ、うん、しょうがない。まあ、今度の同窓会は成功させようぜ。今度の同窓会は成功させようぜ。1回目な同窓会って名ばかりでみんな破綻したからな、最終的に。2回目はな、その人消滅したからな、名前だけ残して。なんか言ってたもんね、うん、なんかみんな呼んだんだけど、うん、みんな呼んだのにさ、クロスさんしか捕まんなかった、うん、意味がね、うん、何が同窓会だっつったか変えたっつって名前を、うん、何が同窓会だっつって、同窓会もクソもなかった。でもマジでやんの？あ？あの本当にウイスキーとか。あ、こっちでマジで同窓会やんのよ。いや、マジでもう来るって言ったのに、なんでそこに疑ってんの？思わなかった今。よろしいですか？あ、大丈夫です。大丈夫です。あ、ありがとうございます。そっちは心配してないよ。そっちは心配してなかった。いや、そっちの心配してたら、うん、何の話してたの？今の話してないから。今までの話何だったの？あ、ウイスキーね、うん、ウイスキーのくだりはやるよ。やるの？本当にやるの？ずっとウイスキー飲んでるわけじゃねえから俺ら、うん、サイコロの1の目出た時だけだから。いや、もう最終的にやりそうな気がするんだ。ずっとウイスキー、うん、お前だけだよそんな。俺だけ。お前だけで俺やりたかねえよ。もういや、マジで。あとは星野が酔った勢いで勝手に飲まないか、それぐらいと思ってる。ここ頑張る。いや、みんな酔った勢いで飲まないかどうかだって。ああ。うん、工藤ほっといたもんな、勝手に虚構書持ってくるからな。お前絶対あれのせいで星野入ったんだぞ。って今日言った。え、って言ったじゃん。あのさ、俺動画作ってる最中、動画作ってるからさ、あの間もずっと見てるわけだよ。で、動画作りながらさ、徐々にさ、星野がヤバくなっていく兵と傾向を見てるわけで、で言ってさ、虚構書を持ってきたじゃん、うん、でさ、2杯目の持ってきて、工藤さん8プッシュか7プッシュぐらいしかやつ飲んでたじゃん、で、その時にさ、あのちょっとだけ黒さん飲んでてさ、いや、もう最後だけ取りに行こうぜって時にさ、俺がさ、コックンコックンコックンって飲んでさ、半分減らしてさ、星野飲んでじゃん、で俺はさ、最初さ、あれ薄めてないからちょっと濃いじゃん、うん、アルコール度数の、うん、だから俺はさ、ゆっくり飲んだんで、うん、でさ、星野に渡した時に、星野グッてって全部飲んでさ、じゃあ行こっかって言ったじゃん、で行こっかって戻ってきてビール持ってきて、いや、時間ねえから全部飲むって言って、一気に早く飲んだじゃん。一気に回んだよって言ったの。
あれが原因だったよ。あれは原因。最後のビールよりもあっちの方が効いてるよって。いや、あーそうだったんだって。うん。あ、大丈夫よ。ね。そういうことだったねって聞いてたんでね。うん、そういう感じだった。俺はてっきりさ、あの戻る前に一杯飲み干したのがあれかなと思った。あれも聞いたけどね。あれも聞いたんだけど、ガーッて言ったから、うん、俺あれのせいだなって思ってたから、そしたらね、こっちだと思わなかった。うん。あれも聞いてたけど。まあ、同窓会、石村来てもいいよ。石村だって、病で一番最初にさ、一杯飲ませればもう勝ちだと思うよ。一杯でいいよ、あいつも。二杯飲まなくてもいいよ。あ、二杯一気に飲ませなくてもいいよ。それ言ってたよ、最初、黒さんに。二杯飲ませればいいよって。すっかり歌えよ、さ、いつ。二杯飲むまでお前は歌っちゃダメなって言ってたけど、一杯飲めば十分だよ、あいつ。あいつ歌ったら倒れてそうだ。うん。勝手に倒れてんじゃない、あいつ。